萩原さんの病院では今新型コロナの入院患者の状況というのはいかがですか？やっぱり新型コロナ感染で入院してくる患者さんがどんどん増えていまして、クリスマス前と比べて3倍近くの患者さんになってきています。数としても3倍ということですけれども、萩原さん自身のそのお仕事として何かこうやっぱり違い、急に増えてきたなっていうのを実感することってのはありますか？私自身はコロナ陽性の患者さんを見る病棟ではないんですけれども、スタッフがそういったコロナ病棟でしたり ICU に派遣されることで一般病棟のスタッフが少ない日があったりですとか、私の病棟のマネージャー、看護師長もコロナ陽性になって今後も家から働くっていうことで、リーダーがいないような状態で働いています。患者さんへのケアですとか、看護の面で影響を出ることってのはありますか？他の部署から来たスタッフを教えながら、スタッフが少ない中で受け持ちも増えている状態なので、やっぱり手が回らない日も時々あります。私の病棟でもその ICU をコロナ患者さんのために開けていくために、普段だったらもう少し ICU にいるべき患者さんを早めに一般病棟に上げてくるっていうことで、一般病棟の重症患者さん重症度が上がってます。 ICU のやっぱり数というのは足りてない状況なんですか今？そうですね、メイン病棟の方の ICU はもういっぱいっていうことで、使っていない手術室を ICU にしたりですとか、今も普段は病棟として使っているところを今後 ICU 管理ができるように内装改装をしたりしているようです。なるべく緊急の手術をもちろん優先をしていて、待てる手術はほとんど延期になっています。去年の3月4月春先のいわゆる第一波の時と比べて実感としてはいかがですか？そうですね、第一波の時よりもやっぱり医療機関の負担が増えている印象で、私も他の病院で働いている医師や看護師の知り合いがいるんですけれども、病院によってはほとんど 90% 以上の患者さんがコロナっていう状況の病院もあるみたいですね。いわゆるですね、こういった状況、日本のニュースとかでも医療崩壊などと表現されてますけれども、萩原さんの実感としてこれロンドンはもう医療崩壊寸前なのか、もうすでに医療崩壊起きているのか、どう実感されますか？そうですね、医療崩壊の定義もちょっとよくわからないんですけれども、実際に患者さんに影響が出ている時点で医療崩壊に足を踏み入れているのかなっていう実感はあります。萩原さんはワクチンの接種はもう受けられましたか？いかがでしょうか？はい、つい最近3日前ですねに1回目の接種が終わりました。副反応とか今のところいかがでしょうか？そうですね、接種してから2日くらいは接種した箇所の痛みと筋肉痛、節々の痛みと、あとはちょっと倦怠感があったんですけれども、軽度でしたし、2日間経って今日は全く症状はないです。接種後の勤務には影響はなかったです。副反応は人によってそれぞれ反応の仕方は違うんですけれども、同僚もたくさん受けましたけれども、みんな軽度の症状でした。医療現場で働く身としてはやっぱりワクチンを打ったことで自分も守れますし、ケアする患者さんも一緒に住む家族も守れるっていうことで、
希望を持てます。今のところですね、2回目の予定というのは、日付決まったりしてるんですか？そうですね。本来だったら3週間後に打つべきものなんですけれども、イギリスの政策上少し延長しているようで、私の次の接種は3月の18日ということです。3週間という接種の間隔が今最大12週間という方針に変更されましたけれども、この変更についてはどのように実際に打った萩原さんとしては感じますか？そうですね。本来ならば3週間後に接種するべきというふうに言われているので、それだけ間隔が空くことによって何か違いがあるのか少し不安ではありますけれども、病院側からは1回の接種でもある程度の、免疫はつくっていうふうには説明はされています。もう少しやっぱりじゃあ安心してもらえるような丁寧な説明っていうのも政府とかは必要ですね。そうですね。やっぱりこう、数字も使った研究結果を含めた説明が必要だと思います。変異種が見つかって以降の感染拡大の波っていうのはかなり高くなってきてますけれども、この医療崩壊に一歩足を踏み入れているという段階で、医療従事者の方としてですね、伝えたいことっていうのはございますか？過度な恐怖感は持ってほしくないんですけれども、冷静な危機感を持ってほしいと思っていて、やっぱりそうですね、医療現場で何が起こっているのかっていうのは想像がしがたいと思うんですけれども、一人一人の努力をすることで、その医療崩壊を防ぐことができると思っています。変異種の影響ももちろんあるんですけれども、クリスマス、年末年始、やっぱりそういったイベントごとで、ロックダウンを無視してパーティーをしたりとか、外に出歩いた人がたくさんいるっていうことも、今の感染拡大に影響を及ぼしています。なので、日本でもですけれども、想像力を持ってほしいです、とにかく。医療以外でもいろんな影響が出ているというのをこうじゃあ実感している感じですか？今回またイギリスがロックダウンしたことで、学校も閉鎖になったんですけれども、子どもたちがオンラインで今は授業を受けていまして、オンラインとなるとパソコンですとか、いろんな器具も必要になってきまして、そういったものが手に入らない家庭ですとか、貧富の差によって教育格差が広がっていくのではないかと心配しています。医療のみならずいろんな面でのしわ寄せが本当に来てるってことですよね。第1波の時は、DV ですとか、家庭内暴力ですね、の問題があったりですとか、あとは、一人暮らしの家庭ですと、やっぱり孤独の問題が出てきたり、子どもたちのメンタルヘルスも、やっぱり悪化してきているっていうことが言われています。やっぱり子どもたちも学校が開いたり閉まったりっていうことで、友達にも会えないですし、で私、日本に関してはやっぱり自殺率っていうのも心配なところです。医療現場で起こっていることを想像しながら自分ができることをすることが大事だとは思うんですけれども、自分の精神面のバランスもとっていただければと思います。